完了にはまだ時間がかかるな。巨人から住民を守り抜くぞ。アッカーマン、住民に近づく巨人を排除しろ。別の機甲士が接近してきます。くそ、また住民に向かっていくぞ。Get out!
かしのいだな。ミカサ・アッカーマンか。あいつは間違いなく逸材だ。撤退だ。壁を登るぞ。班長、私は前衛の撤退を支援してきます。俺も行くぞ。頼む。私も行く。おい待て、アッカーマン。私にはこの世界に帰る場所がある。頼んだ。俺も行く。あなたがいれば私は何でもできる。頼んだ。私も行こう。やっと撤退命令が出たってのにガス切れで壁を登れねえ。だったら一か八か、あそこに群がる巨人をやるしかねえだろ。本部ならガスを補給できる。ただ逃げ回って残り少ないガスを使い果たせば本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。アルミ、大丈夫なの？エレンはどこ？訓練兵34班の5名は壮絶な戦死を遂げました。アルミ、今は干渉的になっている場合じゃない。私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指をくわえたりしてればいい。くわえてみてろ。あれで葉っぱかけたつもりでいやがる。おい、俺たちは仲間に一人で戦わせろと学んだか。全員で本部を目指せ。死んでたまるか。俺たちも続こう。待て、コニー、これじゃ人数が足りない。まず近くにいる仲間を集めよう。ごめんなさい、救援要請。私も行きます。今度こそ頑張りますよ。なるべく多くの兵士に呼びかけて本部に向かうよう伝えろ。次、カッサバイデル。邪魔しないで。分かった。
行かないと。頼む。分かった。分かった。俺たちはみんな食われちまうんだ。
あの大きいやつを倒せば本部の中に飛び込めるかもしれない。でも周りにいる巨人の数が多すぎる。いくらミカサでも無茶だよ。かっさばいてやる。
潰す。頼んだ。どうやったらあんなに早く動けるんだ。いや、いつも見たら冷静じゃない。このままじゃいずれ。リカさん、この世界は残酷だ。そしてとても美しい。いい人生だった。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわが巨人を殺すなんて聞いたことがない。そしてかすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。
なぜ襲ってこない？あの巨人は他の巨人を倒してくれる。なら、あの巨人についていけば。あの巨人、巨人の弱点を理解して攻撃している。相変わらず人間には無反応。普通ならとっくに襲ってきているはず。あれは味方の。それにあの戦い方、格闘術の概念があるようにも感じる。みんなが戦っている。ミカサ、僕のガスと刃を分けておくよ。消し出して。聞いてくれ、提案があるんだ。あの巨人を本部まで誘導できないかも。あいつに他の巨人を倒してもらうんだ。アルマと考えれば、私は従おう。やってやる。それで、あいつをどう誘導するつもりだ？あいつの周囲の巨人を僕たちが倒していけば、新たな巨人を求めて本部へ向かうはずだ。救援要請だ。本部へ向かってるぞ。人が集中しすぎたんだ。本部は壊された。次、僕たちはもう終わりだ。かっさばいていた。僕は本部の周りの様子を見てくる。頼む。それは急いであの巨人を誘導してくれ。分かったぜ。狙う。できねえか。ガスは節約しろよ。今はまともに補給できないんだからな。
助かったぜミカサ。エレン・バルミンは無事か。おっと、長話は生きて帰ってからだよな。この辺の巨人は俺たちに任せろ。あっちは苦戦してるのかよ。まだだ。敵上に撤退したいが、巨人が邪魔だ。このままじゃ本部に近寄れない。あの巨人を利用しつつ他の巨人を倒そう。感謝する兵器。なぜこんなところに補給物資を持ってきたの。これしかないけど、さあ使って。助けに行かねえと。カッサバイデル探しに来たのじゃ。巨人に会うとついてねえな。狙うぞ。
感謝する。巨人を殺しまくる貴公子だ。しかも俺たちには興味を示さない。あいつをうまいこと利用できれば俺たちはここから脱出できる。
なんだと？Heh!